2019年1月13日、2チャンネルにこんなスレが立った。頑固ちゃんの世界観、やばすぎる。知ってた？早速スレを見ていこう。俺が思ってた頑固ちゃん、核戦争かなんかで人類滅亡、遺伝子改良された生き物たちが自然の中でのどかに暮らしている。実際の頑固ちゃん、人間が突然砂になって死んでいく現象が発生、砂漠、人間の慣れの果てで地球のほとんどが埋め尽くされている。ざわざわ森は地球に取り残された数少ない自然。人いないんか。やばすぎでしょ。なんで無駄に重い設定やねん。いやこれマジやないやろ。あの最後砂が巻き上がる演出ほんま怖い。どこの SF 漫画よりダーク設定で草。あれこんな重い設定やんのか。人間が砂になることが示唆される描写あるか？核戦争はそうやろけど。過去に行った時に布団で寝てた人が砂になっていた。おっも。絶対嘘だわ。そう砂やん。草、こっぱ。学校の地下にあるフル時計は時空と繋がることができ、人間たちのいる時代へタイムスリップもしたことがある。その時代は何百年も前だとされるが、すでにヒゲ校長やガメさんは存在していた。あ、もともと、頑固ちゃんは人類滅亡後の地球が舞台。本編登場キャラクターたちは過酷な環境に適応すべく遺伝子改造を施されている。頑固ちゃんが過去に飛び、人類はなぜ滅んだのかが直接描写されるのが、エピソード0。タイムスリップした頑固ちゃんはシン、スイという人間の兄弟に出会い仲良くなる。二人の父親は砂漠化した地球の中に残る水場を探すため旅に出ている。実は争いの抑止のために地球に散布されたナノマシンによって、人間は、激しい感情、を抱くと砂に分解されてしまう。つまり砂漠の砂は全て人間の慣れの果て、父親は旅路の果てに水場、カッパさんの池、を発見するが、これで子供たちに水を飲ませてやれると、幸せを感じてしまったため人知れず砂化して死亡。シンもなるべく感情を出さないようにしていたが、頑固ちゃんとの交流が楽しかったからかいつの間にかいなくなる。おそらく砂化した、タイムスリップのリミットが来たためスイに別れを告げ、現在に戻る頑固ちゃん。また会えるかなー、とつぶやく頑固ちゃんの足元を砂漠の砂がさらりと流れて終了。は？草。スペシャル人形劇のスペシャル感やでー。頑固ちゃんエピソード0で草。これ見たかったのになんで放送終わってからすれた天然。はぁ、ほんまつっかえ。頑固ちゃんエピソード0でもう草。家族で楽しめる内容なのかな？頑固ちゃんのおばあちゃんが行ってはいけない砂漠地方に出向いて研究してるんだよな。何を見てきたんやろ。結局頑固ちゃんはどこから生まれとんねん。NHK 特有のコメディ作品の裏に重い設定があるってパターンやろ。ひょっこりひょうたん島の頃からあるやん。あれは食料事情とか考えただけらしいな。あれ全員死んだ子供たちっていう設定だったけ？はい、こっぱい。お前らエピソード0見てないのけ？見てみたらわかる。怖すぎやろ。どうもくんも滅びた種族の末裔やっけ。あとなんか絶滅寸前の人類は変なキューブしか食料がなくて、兄が消えた後になぜかキューブが増えててロボットがそれを差し出して妹が食べる描写がある。ミートキューブやんけ。三国志かな。星新一の死刑でそんなのあったな。藤子 F 不二雄の短編でそんなんあったな。死んだら砂になるかキューブになるかどっちやねん。ロボットが生産したキューブが原因で人間が砂化してるんや。AI の計算によって人類は滅ぼされた。へ。割と毒量感良さそうな SF もののうちにありそう。のたれ死ぬ、砂になる、ロボットによって、キューブになる、絞りカスとして砂が残る、多分この2パターン。肉がキューブで骨が砂だったらエグいな。頑固茶の後に鉢植えに行った妖怪と男の子の人形劇も好きだった。子供向け番組にハードな設定持たせるとかいかにもオタクが好きそうだよな。自分は違うと思ってそうパンツ。NHK わけもフレ大好きだし。モンハンもそんな設定だったような。モンハンはゲームの時代が一番モンスターが繁栄してるって設定だったか。モンハンは文明は多少衰退したけど人類全然滅ばんやろ。むしろ強くなってるし。ハンターたちは人間じゃないやろ。そんな設定あったか？超人的な体能力を茶化していってるんやろうけど、実際遊人とかと普通に共生しとるし純血もかなり数減らしてるやろし、ハンターもどこまで人間かもわからんわな。もう覚えてないわ。カッパが村長からコーラウバを畜生でたまに謎の世界に行ってた記憶しかないな。この話ではカッパは溺れてたけど誰にも助けられないまま流れていったな。正直見た。出てキモいわ。無駄に凝った設定はオタクっぽい。頭からっぽのが好きなんやな。たかが数十分の上層教育番組に裏設定なんてつけてどうすんの？小学生が、友達の大切さなり、嘘をつくことのメリットデメリットを学ぶだけでいいのに、実は頑固ちゃんの世界は人間が絶滅してて、背景には、とかにちゃー、た展開いらねえだろどう考えても。にちゃー。SF 好きなオタク脚本家がそれを隠して子供向け作品を書いてるんじゃないの。ついつい血が出ちゃうというかアピールしたがっちゃうささやかな犯行。キモいよな。見なければよくないか？
一徳がどの子供向け番組でも裏設定は昔からあるぞ。お前が知識不足なだけ。特にディズニー映画なんて裏設定で食ってるようなものだし。原作は児童文学のおばちゃんやで。原作あるんか、原作にはこの裏設定あるのかな。オープニングの歌詞が聞いたぞ来たぞ、頑固ちゃんやからどっからから来たもんやと思ってたわ。それドラゴンボール。あられちゃんでしょ。調べてきたら後悔した。しかも大晦日にこれやったって分かった子供はどんな気分で元旦を迎えたんやろ。よりによって年末にやったんか。やっぱり NHK ってどこか発達障害向けな感じあるよな。うちわで盛り上がれればいいみたいな。チコちゃんとか障害者メインに集めたお笑い番組もそうだけど、陰キャが、おもろいことしたろ、ってやった痛々しい結果ドン引きされてる感じが NHK にはあるな。うわ痛い。痛々しいな。さすが発達障害博士やな。自分が発達障害やから生き生きと詳しく語っとるわ。中学生はなんじゃいしない崩壊で。ガチンさんがお怒りだぞ。沈めて差し上げろ、ナムー。グサ。頑固ちゃんって何なの？カバ？恐竜？恐竜でしょ。NHK ってなんで重い設定つけたがるんやろ。ピタゴラスイッチのいろいろ学びたがるペンギンもその昔両親が人間の動物園にさらわれたから、知識をたっぷり蓄えて両親取り戻す戦いを人間に挑むためにああやっていろいろ学んでるって設定あるし。マジなら草、重すぎるやろ。ほんまかいな。その設定こそいらんやろ。今見てきたら全然ちゃうやんけ。かぶってる帽子はお世話になった飼育員からもらったとかあるし。草。頑固ちゃんって声がデブやから擬人化してもデブやろ。ブーンと鼻息飛んでく友達、とかいうパワーワード。確信ついちゃったからめっちゃレス集まってて草、そんな陰キャに刺さったレスだったか。何言っても末尾 M だから説得力なくてかわいそう。テレビの順が消されたのほんま闇深い。説明しちくり。小学生の時に見てた番組がこんな暗すぎる設定あったとかショックってレベルじゃないぞ。何でわざわざそんな設定するんや。豚に名前つけて飼育させて食肉にさせたやつと同じメンタリティや。天才ビットくんも変な設定ありそう。あれ一回世界が崩壊するってなってメンバーの記憶喪失ネタあったよな。あくまで子供向け番組なんだから裏設定として存在するとしても実際にエピソードにしたらあかんやろ。リアルタイムで見てた世代が大人になったからそれに合わせてるじゃない。人間が砂になる話で定期的に再放送してるよな。まあでも外国の童話や日本の昔話とかも実は重かったり怖かったりの話が本当に潜んでるけど、日本の大人たちがコンプラ的に規制してるだけやし児童作品って案外そういうもんなんじゃないの。そういや昔本当は怖いグリム童話とか流行ったな。頑固ちゃんの裏設定だのなんだのってはめいてるやつって常に人の発言にも裏があると思って思考してるんか？友達とかできるの？その疑り深い考えで。お前人のこと言えないってよく言われるだろ。やめたれ。感情的になったら砂化しやすくなるんか？そう読める描写はされとるな。なぜそうなるかはわからんだけ余計にええなるけど。おじゃる丸も結構ひどいよな。窃盗したクゲがタイムスリップしただけやろ？言うほどか？作者がね、なんかあるんか？自殺したんじゃなかったっけ？クインテッドも生まれつき声が出ない病気のアキラが存在してない架空の友達と脳内で遊んでいるっていう設定だしな。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。